はい、じゃあ本日よろしくお願いします。お願いします。まず、富樫選手に取材できると聞いて、真っ先に聞きたいなと思ったのが、SNS での発信なんですけど、はい。まあ、毎年ベスト5になるような日本のトップ選手が積極的に SNS で発信してくれるって、かなり、まあ、メディアもファンもありがたいし、まあ、業界も盛り上がるなと思ってて、その、富樫選手ご本人的には、SNS での発信って何か意図されて業界の盛り上がりとかを考えてやられてるのかなと。いや、ファンの皆さんがね、好き勝手に発言してるのになんでダメなんだろうと思いながらやってるだけなので。はい。まあ、本当はで言ったらもっと、なんか、全然違うチームの動向を嘆きたいけど、さすがに抑えてるだけで。はい、もう自分たちのチームだけじゃなく、はい。ね、たまたま見てた試合のね、なんか、愚痴とかも含め言いたいですけどね、皆さんみたいに。ああ、はい。そのじゃあ自由があるはずだと、選手も、という考え。というか、まあ、特に考えてはないです。なんか、うん。なんか、こうしたらとかっていうよりは、まあでも、プラスもなんか、すごくなんか新しい、特に X か、だと、なんか本当にファンの皆さんのツイートっていうのかわかんないですけど、すごい出てくるようになったので、おすすめに、はい。今までってやっぱ自分がフォローしてる人のしか基本的に流れなかったと思うので、なんかそうなってから、あ、初めて知ったというか、こういうこと呟いてるんだと。試合内容とか。あ、こんな叩かれ方してんだ、みたいな。っていうのを初めて知ってから、まあちょっとね、そういうところにもちょっとなんかコメントというか、はい、ちょっとふざけてコメントしたりはしてますけど。結構バランス感覚がいいなと思ってて、そういった素人の、例えばですけど、日本代表に富樫勇樹は不要なのか、みたいな、ブログに対してもいろんな意見があるよね、笑い、みたいな。応援してくれる人もいるし、ベストを尽くすのみって、割とちゃんと返信。ああ、まあそうですね。でも別に本当に、別に戦うっていうか、そのプレーに関してやっぱどうこう言うのとかも別に、まあ言い方次第ではあると思うんですけど、別に自由だと思うし、まあ僕のこと別にね、好きでも嫌いでも人もいると思うし、評価してる人もしてない人もいるとは思ってるので、まああんまり正直どうでもいいじゃないですけど、まあまあいろん、そうだよなっていう。思いでやってるので、別になんか、あまりそういう、うん。まあ別に、まあそう思う人もいるよなと思いながら見てるだけというか、はい。なるほど。で、業界に、あ、じゃあ業界の盛り上がりあんまり特には気にされてないってことだったんですけど、B リーグと W リーグでコラボした選手、あ、コラボした選手キャラかぶりリストで、エネオスの宮崎選手と富樫選手がスピードスターでキャラかぶりしてるとリストアップされた時に、私の方が身長高いですという宮崎さんのポストに対して、身長はもうどうでもいいけどキャラかぶりだけは嫌ですとリプライされたりも結構大盛り上がりでしたし、逆に多分リーグが意図してないというか、バスケ協会から代表は引退は認めないというリリースがあった時に、いや、昔より代表に入りたいと本気で思っている選手もたくさんいるし、何かの理由で一度辞退した選手をもう呼ばないと判断するのは、その時のヘッドコーチが決めればいいし、気持ちがない選手を無理やり招集して何になるんだろうとかって、割とこの議論を呼ぶようなポストもされてて、すごくバランスがいいなと思ってたんですけど、もうナチュラル。まあそうですね、思ったことを言ってると、まあそれはもしかしたらね、島田さんに向けて伝えてるのかもしれないですけど、はい。まあ LINE すればいい話ですけど。まあでもそういう SNS 特有の富樫選手がこう、公でツイートすることで皆さんがリアクションするんでっていうのが。まあそうですね、なんか別に僕もなんか、正直何に関してもそうですけど、本気で別になんか怒ったりっていうか思ったりっていうよりは、まあ、ある程度、まあ別に、本当にいろんな考えがあると思って生きてるので、別に否定するまあ、完全否定するつもりもなければ、まあ、ある程度、まあ自分のね、こうやって意見を言う、たまに言ってるだけで、うん、まあ、ね、そうですね、特には。あまりその深くは、まあ、考えてはないですけど。